はい、皆様お疲れ様です。シュッチュワンです。今日はですね、スマートシティに役立つ人工知能技術ということでお伝えしていこうと思うんですが、はい、ここでですね、トヨタですねの、ウーブンシティ関係ですねの話とか、NTT の関連とかですね、それから、コスモスベースのですねフェッチ AI のね、話題っていうのがね、挙げられてますので、内容の方を見ていきたいと思います。はい、トヨタにしてもですね、 NTT にしてもですね、フェッチ AI にしてもですね、全てですね、コスモス関連ということになってますので、もしかしたらつながってくるんじゃないかなっていうことで、以前もですね動画で話していたんですけども、同じねこのフォーム内で、話題としてね取り上げられてますので、はい、見ていきたいと思います。はい、ですね、アンドリー・ザブロフスキーさんですね、ウクライナ官僚会議起業家評議会事務局長ということで、載っております。はい、人工知能に基づいて開発されたテクノロジーはスマートシティのニーズに幅広く使用されています。つまりトラフィック処理、バルセロナやロンドンなどから始まり、都市のインフラストラクチャの包括的な管理システムで終わります。近い将来、国民が快適で持続可能で安全な場所を作るために、国や地方自治体は巨額の予算を費やしていますということで載っております。はい、ですね、予測によるとということで書いてるんですけども、2025年までにですね、人工知能に基づくテクノロジーが日常生活の一部となるということで、スマートシティがですね世界に25箇所存在するようになるということが書かれています。そして都市のうち16はですね北米とヨーロッパと、残りはアジアとオセアニアに配置されますということで、アムステルダム、ソウル、シンガポール、コペンハーゲンなどの都市がリーダーになるでしょうと言われてますね。はい、スマートシティの急速な発展は流行後の状況と気候や疫学の課題へのより効果的な対応を可能にする新しい技術ソリューションへの需要の高まりによって引き起こされますということで、はい、人工知能技術の使用は主に現代の都市生活の次のような要素に関連していますということでね、例がね挙げられてますね。はい、要するにね、日常生活においてですね、僕たちにとって、かなりですね利点があるようになってくるんですね。はい、まず全く新しいレベルのデータセットってことで、人工知能は住民が都市を悪用する方法を当局が監視するのに役立ちます。さまざまな通りからの気象データ、認識された犯罪者の顔、火災及び洪水センサーは地方自治体が住民の生活により快適な環境を作り出すのに役立っていると。はい、写真とビデオ素材の高速コレクションということでカメラですね。が、街についてるわけですけども、車の数やブランド、交差点の歩行者や車の数、速度などを認識、このシステムは、車と歩行者の動きのアルゴリズムを作成し、最適な移動方向と信号機の変化を、示すと、はい、いうことですね。はい、その車のね通りの状況に合った、信号のね切り替わりとかですね、歩行者の数、いろんなねものを、状況をですね把握して、その場に合った、最適な要は環境を作るというようなものになってますね。はい、スマートソリューションのおかげでってことで、10年か15年前には想像もできなかった医療分野での成果ですねを達成することもできましたということで、検査結果と症状の超迅速な開発のおかげで希少疾患を検出し、公的医療サービスのレベルと可用性を向上させると、はい、いうことで、ね、検査結果と症状の超迅速な開発ということでね、健康状態がですねすぐ分かったりとかですね、することで、迅速な、ね、対応ができていくということになってます。はい、次中国なんですけど、これちょっとね中国は結構、AI の開発が進んでいることで、リーダーの一つと言われてるんですけど、非常に内容的にはちょっとね怖いなという内容にもなってますけども、人々の行動を追跡しているとねいうことが書かれていて、分析システムはチケットを払っていない人、間違った場所で道路を横断した人、人々が戦い始めている場所についてのメッセージさえも、レポートしますと。メッセージさえもですね、声もですね全てレポートするんですね。
同時に犯罪者は罰金だけでなく罰せられると。ゴミの分別など行動規則に違反した場合とか、居住者は旅行、大学での勉強、車の駐車をする権利を奪われる可能性があったりとかっていうことで、結構ですね、厳しい内容になってますよね。監視社会と言ってもいいような内容になってますけども、欧米ではということで、市役所職員のですね、服にカメラをつけて、人権と寛容を、守っていますと。アメリカでは、警察に拘束されると AI システムが人権侵害を認識すると。はい、取り調べ手順の遵守とか、道路パトロールのチェックとかね、911への通報などね、警察当局のあらゆる行動は人工知能によって制御できると、いうことで、欧米でもですね、問題になっていることもありますし、こういったことにも役立ってくるといった内容になってますね。ここでですね、メインとなる話なんですけども、人工知能技術を使用している間の興味深い経験はドバイにありますということで、 AI を使用することで自動車や公共交通機関のドライバーの疲労による事故の数が減りましたということが書いてます。ドバイの方もですね、結構ね進んでるといったことで、いくつかの主要プロジェクトの完了を発表しているということなんですけども、スマートインフラクチャと車両の開発、データ管理システムの導入、公共交通機関への AI テクノロジーの導入を提供しますというふうに書いてますね。その住民にとっては自分の車をより環境に優しいものに変更する必要もあると、書かれていますけども、次にね、トヨタの話が出てきます。日本の最大自動車メーカーであるトヨタ自動車とアジアの電気通信市場のリーダーである NTT 企業がですね、スマートシティの建設に関する協定を、締結していますということです。このプロジェクトには、両社に約200兆円、の費用がかかりますと、いうことで、非常にね大きい金額になってますけども、2021年ですね、富士山の近くで未来都市の建設が始まる、プロジェクトの作成者はその中の輸送がゼロエミッションを提供し、車両が自動運転になることを期待していると。エネルギー供給と電子機器は可能な限り効率的かつ経済的であり、ロボットによって快適さと生活の質の向上がもたらされますと。また人工知能は全てのシステムを適切に機能させ、住民の健康状態を検査しますというふうにねありますね。トヨタはですね、ウーブンシティということでね、非常に話題になっていますけども、こちらですね、ロボットや AI 技術を駆使、トヨタが作る未来都市ということで、ウーブンシティのことがねこうやって挙げられてますね。これちょっとイメージビデオとなってますけども、富士山のね近くにね一角で実験というかねが行われるということになってますね。内容の方もねいろいろ書いてますけども、この中で NTT とのタッグにおいてということでね、NTT の通信インフラにおける高い技術力を生かした新たなサービスの開発を進めていくというふうな内容になっております。ということでね、NTT の、技術っていうのもですね、タッグを組んでやっていくということですね。この中にですね、 ENEOS の知見を生かした水素エネルギーの、利活用を実現へということでね、この辺の話題もね結構面白いニュースとなっているんですけども、他の情報からね得てるところでよると、水素エネルギーですねの方がですね、ある会社がですね、今年2021年の10月にですね水素ステーションをオープンするといったことで、聞いておりますけども、そういったね会社の、水素っていうのもですねこちらで使われてくる可能性もねあるんじゃないかなというふうにね思っております。というのもね、ENEOS という名前が出てますので、そちらの関連ということになってます。ということでね、このウーブンシティもですね、いよいよ2021年ですね、やっていくということになってますね。世界的にですね、こういったスマートシティという動きがね、活発化しているのは間違いないなと思います。コスモスの技術がっていうことでですね、お伝えしているんですけども、このデータチェーンというね会社があるんですが、トヨタファイナンシャルサービスということでね、ブロックチェーンを活用した車両の価値証明と所有権移転とい
ということで、まあ、トヨタのね、システムとしてですね、もうね、使われているということでね、コスモスの、まあ、技術がもうすでにね、使われているんですね。はい。それからですね、NTT データということでね、最近、今年ですかね、に、まあ、ニュースとしてあったんですけども、データチェーン NTT データとブロックチェーン間のインターオペラビリティ実現に向け技術連携というふうになります。このね、インターオペラビリティっていうのがですね、まあ、コスモスというふうになってきますけども、この NTT にしてもですね、トヨタにしてもですね、この、まあ、データチェーンを通じて、コスモスの技術が、まあ、使われていくということは、これでね、まあ、証明されるのかなと思います。はい、戻りますけども、はい、まあそういったところでですね、トヨタと NTT が、まあ、協力してね、やるということになってますのでね、こちらもですね、コスモスという関連ではですね、ちょっと濃厚なんじゃないかなと。そしてですね、興味深い解決策はということで、ここでフェッチ AI ですね、コスモスベースで作られているフェッチ AI がですね、紹介されています。ケンブリッジのスタートアップである、フェッチ AI によって提示されましたということでね、解決策を、まあ、提示しています。はい、ドイツのブロックチェーン企業データレーラーですかねと協力して、M ゾーンプロジェクトの一環としてミュンヘンのコンネクスビルディング、ビジネスセンターの近くに自律的な経済エージェントのネットワークを作成しましたと、ありますね。はい、エージェントは駐車スペースの需要をリアルタイムで分析し、負荷に応じて顧客を自動的に分配し、特定の日に駐車場を使用しないなどの効果的な、ね、意思決定に対して報酬を提供するというふうにありますね。まあ、こういったこともね、やっているわけですね。FHAI はですね、まあ、人工知能、機械学習、モノのインターネット、ブロックチェーンテクノロジーの力を活用している、まあ、イギリスを、ね、拠点とする、ね、企業なんですけども、はい、まあ、こちらがですね、まあ自動車関連ですね、かなりね、まあ、強く、面白くなっているということですね。まあ、先日はですね、カテナ X というですね、自動車エコシステムのね、カテナ X とまあ連携していると、連携しましたよという発表もあったりとかですね、あとボッシュですね、世界のボッシュともコラボして技術開発をね、一緒にね、やっていくとかですね、非常にですね、こう実用的なというか、まあ、実際にね、コラボをして研究がね、進んでいるわけですね。はい、まあ、そういったこともあって、まあ、こちらのニュースでもですね、まあ、取り上げられているのかなということで、まあ、かなりですね、まあ、解決策はということで載っているぐらいですので、技術的にはですね、先を言っているというふうなことかなと思いますね。はい、ウクライナの、ね、まあ、方がですね、こうやってね、言われてますということで、非常にですね、面白い展開になってきています。ですね、フェッチ AI のですね、CTO のね、インタビューっていうのもありましてですね、ちょっと見ていきますとですね、まあ、フェッチ AI は何ですかということがね、書いてあったりとかね、今の説明のね、ようなものになってます。この中でですね、AEA というね、まあ、フレームワークっていうのがあるんですけども、はい、一定のユーザー入力から独立して動作し、所定の目標を達成するためにユーザーに代わって自律的にアクションを実行できるソフトウェアを作成するための開発スイートということで、ピアツーピアネットワークを介して対話するというふうな内容になっています。 Web3.0 テクノロジーとネイティブに統合しますということでね、非常にね、最先端の技術かなというところですね。フレームワークはオープンソースであり、様々なブロックチェーンと AI テクノロジーを組み込む拡張が可能ということになっておりますね。はい、はい、まあ、その他ね、いろいろ書いておりますね。はい、自動車関係だけでなくですね、他のね、機能というか、ものも、活用されてますね。ミュンヘンでのスマートシティですねに関してもですね、この AEA 自立経済エージェントを使用して、まあ、データをロック解除し、まあ、ミュンヘンの商業用不動産物件でスマートモビリティソリューションを提供しますというふうなこともね、書いていたりとか、それからボッシュとのコラボレーションということでね、はい、まあ、こちらもですね、載っておりますよね。ボッシュがサービスを、提供する業界ではデジタルサービスのプラットフォームとして機能する製品が増えていますと、はい、まあ、良い例が自動車産業ですということがね、書かれてますね。まあ、消費者にとっての具体的なメリットは、より確実にかつ効率的に機能する製品と、一方で自分のデータに対するプライバシーと代理店が維持されることというふうに書いてます。企業にとっての利点は、大企業や大規模なテクノロジー企業でなくても AI
革命の恩恵を受けることができますよというふうな内容になってますね。はい、まあ、非常にね期待が、されている内容となってますね。まあ、このような、感じでですね、あのフェッチ AI もですねかなりね期待されてきたなというところと、まあ、トヨタとか、NTT とか、そういったところでもですね非常に、フェッチ AI のね技術っていうのはですねこう注目を浴びてくるんじゃないかなというふうに思います。はい、まあ、現在まあ、コスモスに関しては、まあ、グラビティデックスがね控えていたりとかいうことでですね非常に期待されているんですけども、まあ、それだけじゃなくてですね、まあ、こういった、ところでもですね非常にねこのコスモスペースで、まあ、活用されるものがね、結構ね出てきてますよということが一つ言えるかなと思います。はい、まあ、他にもですねいろいろね、情報で、まあ、お伝えしたいことがいっぱいあってですね、まあ、テラに関してもそうですし、まあ、ミラーとか、まあ、テラエコシステムですね、さまざまなですね、話題がねあるんですけどもね、一気に全部言えないというところでね、一つずつ、紹介していきたいと思っております。はい、まあ、テラエコシステムに関してもですね非常にね大きくなってますし、非常にコラボがね結構多いんですね。それからまあ、提携というかですね、まあ、非常に多くてですね、非常に大きくなっていますので、まあ、テラ関連もですね、非常に注目かなと思っております。はい、ということで、本日は以上となるんですけども、コスモス関連非常にですね、活発になってますし、まだまだですね、過小評価されているのはね、間違いないかなと思いますので、今後もですね、期待して、ニュースの方を追いかけていきたいと思います。それではですね、最後までご視聴いただいてありがとうございました。失礼いたします。